いわゆる倫理道徳っていうものです。倫理道徳的な判断というものであります。この倫理道徳からこの判断というものはいつでもです。いつでもその場所ですね、その場所とそうして対象となる人間とそうしてこの時代とによって変わるということを覚えてほしいのでございます。で、こういうこの人間ですね、人間というものを対象にしておる倫理道徳というのがあります。